次はノブプラス。油で揚げなくても本格メンチカツができる。キジマリウタがノブに登場したメニューをオリジナルの創作ノブ料理にアレンジ。コロナさん強引でしたね、おばあちゃん。本当、まあ、お孫さんと結婚って、やっぱりあれなんですかね、異世界の人から見ると日本人って、しのぶちゃんも14、15歳とか言われてましたけど、若く見えるんですかね。若いうちだけよ、言われるのは。大将の作ったメンチカツ超うまそうだったんで、俺も作りたいなと思ったんですけど、メンチカツって家で作ると結構めんどくさいんですよ。そうなのよ。今日はその揚げる部分をはしょってメンチカツ風にしていきたいと思います。え、メンチカツ風、ミートローフ、オーブン料理ってこと？まずひき肉を練っていきます。ひき肉入れたら肉だけで練ってください。そうすると粘りが出てつなぎとしっかり混ざります。はあ、僕がねおすすめなのはこうやってげんこつで叩いていっちゃう。え、どうして？肉に手の温度が伝わらないのでしっかり粘りが出ます。そうか。続いてつなぎになる調味料を入れていきたいんですけれど、はい、パン粉に卵に塩とコショウ、これはポピュラーよね。卵とパン粉だけちょっと混ぜておくと良いでしょう。はあはあ、そしたらここで肉と混ぜていきます。こうやってもみもみして、まずは一体化させる、うんうん、一体になったら指先でこう混ぜていく。はあ、こんな感じでまとまれば OK です。肉だねの完成。今度は衣ね。ここにまずお水を入れます。はあ、まあ、お水を混ぜることによって焦げづらくなります。へ、であと油、はい、油を入れることでまるで揚げたようにサクサクに仕上がる。でこの中でよく混ぜてください。はい、続いてさっき練った肉だねをアルミ箔の上に広げていきます。ここに油をちょっとかけて、で手で塗り込んでください。まあダイレクトに手にも油を塗り込んでおいてください。そうか、くっつかないようにね。ハンバーグを作る時みたいにこんな感じで空気抜く。了解。空気を抜いたらアルミ箔の上に乗っけます。だいたい厚さが1センチぐらいになるように伸ばしていってください。厚くしすぎないのがポイント。水と油を混ぜたパン粉です。これかけます。おお。このまま焼いていくんですけど、ちょっと油が流れやすいので四隅を少しこう立ち上げて壁を作ってあげる。トースターに入れて焼いていきます。これだけでサクサク衣のメンチカツができるので、10分ぐらいですね。肉を焼いている間にキャベツの千切りを。お見事な包丁さばき。はい、焼き上がりました。揚げないメンチカツ完成でございます。揚げ物ってビール、エール進みますよね。でも揚げるって、家で揚げるってめんどくさいっていう方は、ぜひこのトースターで焼いて揚げた風に見せる、これぜひやってみてください。ハードルが高かったメンチカツがこんなに簡単にできちゃうなんて。衣サクサク、中じゅわっと、本当にメンチカツそのものだから嬉しい。みんなも作ってみて。